はいどうも、しおみんでございます。今ね、どこかというとですね、はい、国道8号線でございます。国道8号線をですね、金沢からですね、はい、京都までの動画ね、とりあえず撮ってみようかな。下道走っていこうと思っております。とりあえずね、横あれですね、サンダーバードが走ってるやつかな。いや、これね、多分ね、新幹線がね、延長するので、それの新幹線用のですね、高架だと思いますけど、それがね、ずっとね、もうこの辺完成しておりますね。福井ぐらいまではね、すぐ行くんでしたっけね。そういう横をですね、こう国道で8号線のバイパスで走っております。ただいまね、7月の某日、平日ですね、平日の朝のね、8時30分ぐらいでございます。はい、ということでですね、ちょっとね、道中夕方ぐらいまでに京都つければと思っておりますんで、道中ね、いろいろね、見ながらですね、ドライブしながらですね、ビデオを回していければと思っております。じゃあね、ところどころね、ビデオ回していきますんで、よろしくお願いします。それでは、はい、8号線もね、だいぶ工事が終わったみたいで、このようにね、高架になっているような、道がね、だいぶできてきました。今ね、金沢の方からね、小松の方に向かって進んでおります。朝のね、渋滞もそれほどひどくなく、快適な感じでございますね。はい、ではね、京都に向かってどんどん進んでいこうと思います。はい、冬場はね、結構ね、雪道になることがございますが、もう夏場はね、快適そのものですね。これ8号線です。ずっとね、国道でございますが、快適な感じでございます。これ見てくださいよ、本当に、あー気持ちいい、いい感じでございます。あのね、横にもね、高速ずっと通ってるんですけど、まあね、こんだけね、走れるんであれば、別に高速乗らなくてもね、いい感じの国道でございます。だいぶね、国道もね、こうやって整備されてきたって感じですね、日本全国。はい、いい感じの道でございます。はい、ただいまね、8時46分ですね、9時前でございますが、道の駅があったんでちょっと寄ってみました。小松岩方っていうんですかね、はい、というところの道の駅に寄ってみました。はい、葛桜餅ですね、なかなか美味しかったでございます。とね、小松市さんって書いてあるね、山上福寿堂っていうところが販売元になってるみたいでございます。はい、じゃあ次行きたいと思います。とみによれ、はい、小松をね、若干ですね、南側に行くとこの辺ですね、山城温泉とか山中温泉っていうのはこの辺にございましてですね、はい、僕も何度かですね、山城温泉の方に入りに行きました。元湯というのがあって、
こはね日帰り温泉みたいな形になっております。今日はねとりあえず昨日 ね池田温泉も行ってることですし、そんなにね体ベタベタするってこともないでございます。ないでございます、ないような感じでございますんで、今回はスルーしていきますが、行く場合はですね8号線から、大阪方面から来るとですね、右側かな、こっちから、金沢方面から行くと左に曲がると山中温泉になります。割とね、8号線から近いですね、 2,3 キロじゃないですかね。はい、という感じで山中温泉のところを通過しております。はい、どうも福井県に入りましたね。はい、福井県の阿波良町でございます。ただいまね9時38分ですね。はい、福井市内に入ってきたんでございますが、ちょっとね8号線からちょこっとだけ外れて海岸の方をね、走っていきたいと思っておりまして、右に曲がっていきたいと思います。まずねちょっとね東尋坊をね目指していきたいと思います。多分なんか修学旅行以来くらいの感じですよね、はい、東尋坊行くのはという感じでございますが、ちょっとねそう考えるとね楽しみでございますね。はい、はい、今ね10時25分でございますが、着きましたという感じでございますね。駐車料金の500円かかりましたが、なんかすごい周りにもお店がやってる、美味しそうですけど結構高めな値段設定ですね。はい、割とねがっつりね観光地価格になってるお値段でございましたんで、何も買わずにですね、この場を立ち去りたいと思います。感じでですね、先を急ぎたいと思います。はい、じゃあね東尋坊を出てね越前海岸の方に向かいたいと思います。越前海岸をねどんどん南下していこうと思っております。はい、今ね東尋坊を出てね海岸線を走っておりますが、越前海岸ですね、走ってますけどね、やっぱりね観光地ってね
点で作るとね、やっぱりね、だいぶと厳しいですね。東尋坊だけ行こうっていう人はね、やっぱり少ないんじゃないかなと思いますね。徐々にね、海が見えてくると思います。だいぶね、下ってきたって感じですかね。これさいよ、すごい岩ですね。はい、こんなんがあるような、星前岬ですね。すごいね、なんか、すごい岩がいっぱいあります。楽しいですね、これ。その前にね、ちょっとね、キャンプ場とかあったんで、それでね、楽しそうですね。はい、よかったんで、ちょっと上がってみます。絶景ですね。撮ってみますか。めちゃくちゃ綺麗です。最高やなこれ。どんだけ綺麗やねこれ。ひょー、上りでは気がつかなかったけど、下りすっごい景色。はい、かなりね、大きめのね、道の駅があったんで、立ち寄ってみました。はい、何があるんでしょうね。なんかね、温泉とかプールとか食事どころっていうような感じになっております。地図があったので写しておきます。はい、アジフライ食べてみましたという感じでございますが、まあまあね、美味しかったでございます。値段もね、安くで済みましたし。じゃあ次急ぎます。はい、道の駅を出発しようとしてるんですけど、気がつけばね、もう1時になっちゃっております。あまりにもね、ボケボケしてると夕方まで京都着かなくなっちゃうんで、ちょっとね、急ぎ目で行きたいと思います。それでは、はい、道
の駅出てもね、ずっとこう海沿いのね、海岸でね、気持ちいいですね。やっぱり昼間はね、やっぱりこういうところに限りますね。いや、見てくださいよ、この景色。あー、気持ちいい。はい、ただいまね、13時29分ですね。はい、越前海岸をね、どんどんね、下ってきて、もうすぐですね、敦賀に、到着するという感じでございます。うんとね、8号線までね、合流まであと9キロって出てたんで、そろそろまた8号線に戻るという感じでございます。はい、8号線に合流しました。今ね、敦賀の市内というかからですね、木の本方面に向かって進みたいと思います。はい、8号線をね、移設して161号線湖西線の方に入ってまいりました。先ほどの看板で京都まであと91キロということが出ておりました。今ね、13時59分でございます。2時ですね。はい、あとね、3時間ぐらいで京都までたどり着きたいかなと思っておりますんで、ちょっとね、遊びの要素は少ないかなと思いますけど、ちょっとね、重だったね、道の駅とかも立ち寄りながら、進んでいければと思っております。もうね、この辺ね、割とね、標高高いんですね、思ったよりは。で、右側の方が、まあ、スキー場になってたりですね、よくね、ちょっとね、季節外れの時に、道路が凍ってたりしますので、ちょっと気をつけなくちゃいけない時もあったりします。やっとね、滋賀県の高島町に入りました。今の標識では大津まで70キロという感じで出ております。今日はね、このルートで行くと海で走って、山沿い走ってね、自然豊かないい感じの道かと思います。はい、気持ちいいですね、やっぱり。はい、白髭神社でございます。前にね、動画撮りましたんで、ちょっとね、概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。今回はね、素通りしていきます。今ね、15時30分ぐらいでございます。昨日の夜ね、というか2日でね、5時間ぐらいしか寝てないんで、眠くってですね、ちょっと仮眠取っておりました。じゃあね、進みたいと思います。はいはい、マノのとこまでやってまいりました。あとそうっすね、40キロ、ないか。今ね、15時36分でございます。ほんとね、15分ぐらい寝るとね、すっきりしました。というのね、おすすめですね。はいはい、今ね、上登っちゃってるからあれですけど、下の方が小琴を今通過しようとしています。ね、小琴といえばね、上がれんし スーパー銭湯ですね。これがね、知ってる人は知ってると思いますけど、天下一品っていうあのラーメン屋さんのオーナーがね、作った、スーパー銭湯がございます。ここがね、また気持ちいいですよね。琵琶湖のね、琵琶湖じゃない、滋賀県のね、おすすめポイントっていう動画出してるんですけど、そこの中でもね、ご紹介させていただいておりますが、またね、機会があればね、上がらんしもね、行ってみたいと思っております。もう少し行くと
今度はね、坂本ですね。滋賀県坂本っていうのは、比叡山の登り口があるんですよね。こちらもね、前のビデオで、ご紹介しておりますが、いいですよね、坂本っていうか比叡山、延暦寺ですよね。はい、歴史のあるお寺がございます。はい、このね、湖西道路から京都市内に入り方っていうか、出方っていうかな、もうちょっとね、おしゃべりしときますとですね、ルートがね3つあるんですよね。ちょっとね、北寄りから行くと三条に抜けるルートと五条に抜けるルートと十条に抜けるルートが、3つあります。はいはい、ここですね、三条との分かれ道でございます。まっすぐ行くと三条です。左に行くと五条方面に参ります。はい、京都府に入りました。で、このままね、まっすぐ行くと五条に抜けます。で、十条に行くのはからですね、ちょっと左に寄って、はい、こちらですね、外環状線を左に回ります。右に行くとね、山科の駅前ですね。のところを左に曲がってしばらくまっすぐ行きます。はい、2車線ありますけど、右に回るので、右車線を走っていただいてて結構でございます。もありますね、新十条公園中央車線へって書いてあります。こちらがね、右折専用レーンになるんですね。そこ看板出てるように、稲荷山トンネル無料っていうところを入っていきます。はい、ということで右に回っていきます。この道ね、もしねご存知ない方がいましたらね、ぜひ覚えていただいたらね、道路からね、大阪方面に行きやすい道がご理解いただけると思います。はい、あのまままっすぐ進んでるとね、はい、稲荷山のトンネルの入り口に差し掛かりました。はい、十条通りにぶち当たりますので、これをですね、左に曲がっていただくとね、国道1号線の交差点にぶち当たります。はい、京都タワーも見えます。ここどこかというとですね、京都十条ですね、のセブンイレブンの駐車場に来てます。はい、到着しました。ただいまね、16時22分でございました。予定通りね、30分までに到着できたことは嬉しいことでございます。今日ね、朝ね、金沢出てですね、京都まで、やってまいりました。だいたいね、丸1日かかった感じでございますが、はい、楽しい旅になったかなと思っております。実は仕事でございますが、いい感じでね、終わったんじゃないかなと思います。またね、好評であればね、こんな動画も撮っていこうと思っておりますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた違う動画でもお会いしましょう。塩水でした。さようなら。